今回はナマさんのおやつ紹介です。小夏ともみずが食べているのはカツオとハラモのおやつです。 100% 国産なのでとっても安心です。小夏は毎回おやつをお皿から出して食べますそして小さく小分けされていたのでご褒美の時やご飯のトッピングにちょうどいいサイズです。低脂質高タンパクなカツオは減量中の子にとってもおすすめです。小夏ともみじは好き嫌いが激しいのですがパクパク食べてくれました。そしてなんとお一人様1回限りで 10% オフ専用クーポンがあります。コメント欄にクーポンを掲載しているのでぜひご確認ください。